ちは、神戸コーリング大久保可憐です。さて今日の神戸コーリング、昨日に引き続きましてアンダウンプレゼンツティーンブルースの模様をたっぷりとお届けしていきたいと思います。もちろんその他にもいろんなアーティストが登場いたします。サイコルシェーム、そしてピスキッズ、さらにスタジオゲスト、ここハードロックカフェ神戸にはあのすっぴんの2人が遊びに来てくださいます。楽しみにしててください。さて先月お届けいたしましたビデオクリップリクエスト大会、1位だったのは覚えてますか？そう、チャコールフィルターですね。でその放送の際にもちらっと触れたんですが、1位獲得を記念いたしまして、今週から毎週1本ずつ彼らの過去のビデオクリップをお送りしていきたいと思います。リクエストの多かった作品をお届けいたしましょう。まずはこの曲から。2000年2月にリリースされたセカンドマキシシングル Life Goes On。バンド、ユニット、ソロアーティストなどプロのミュージシャンを目指すなら、業界への遠いパイプを持つ ESP MI Japan へ。The story to Master Chef 平田クッキングカレッジ。平田調理専門学校は食の心を指導します。ただいま願書受付中。見ず知らずの僕に命を分けてくださったドナーの方、あなたから骨髄をもらって骨髄移植を受けることができたことを大変嬉しく思います。あなたは僕の命の恩人です。100 megabits fiber to the home broadgate 01 you send broad networks。 いよいよ8月8日9日と大阪ビッグキャットでライブを行います。サイコルシェーム、今日はメンバー揃ってのインタビューをお送りしましょう。ご家族の方も見てるかな？お母さん見てますか？憧れは強く高く、夢見ることは忘れず、君は君であればいい。シリーズラストアイテムかっこいい。どうこれ、ラストよ。ラストやったらかっこいいよ。なんかいいやん。卒業。俺おかんにまだ言うてないわ。お前さっき言って、これでおかん言うとき。メジャーデビューします。 お母さん、はい、かっこいい。心配していただいてありがとうございます。よかった、はい。毎月手紙ありがとうございます。はい。手紙来てるよ。僕ね、おかんやな。ええー、おかん。心配してくれたから大丈夫。おかんも心配しとったよ。おかん心配してる。ミニスカート履いて、テレビこの前神戸コーリング見て、あんた普段もスカート履いてないとかって心配しとったら大丈夫。心配されてる。これでちょっと大丈夫やで、ね、普段はズボン履いてるから。おかん大丈夫だ。おすすめデートスポットなんかを。バツ。どうしたどうした、大丈夫大丈夫か。おう、上がっていこう。顔真っ赤かい。おかん、自分もおかんに言われとったやん。もうあのボーカルの子みたいなメイクとかさせてもらわれへんのって。させてもらわれへんのな。なんかいやいやさせられとうみたいな。おかん心配しとったけど、そんなことないよな。いやいやかい。僕も姫路で行きましたよ。おー、いい思い出ね。いい思い出じゃないですか。それっきりですけど。いい思い出やね。思い出や。涙出てくる。じゃあもうほんなら、あの別れた彼女に一言。元気に。
皆さんお待たせいたしました。先日無期限活動休止を発表しましたピスキッズ、まあ、いわゆるある意味での一つの区切りとしてのラストライブ行いましたよね。そしてもちろん神戸コーリングライブリポートしてまいりました。神戸コーリングとピスキッズといいますと本当に長い付き合いです。いろんな思い出が頭の中を駆け巡ります。そして感動のラストライブ、ビデオを見てても涙が出てきます。ピスキッズ本当にいいバンド。まあ早い話が飽きちゃったんだよな。怖い親分がいてあの空気銃で撃たれまくってたっていう思い出が今を思えば楽しかったなと。あれ道頓堀屋は、うん、あやりましたね。大山を借りてきてきっかけはしました。でその大山の上で演奏したんですよ。でみんなあの橋の上から俺らを見てるって感じでそこでですね登場と同時に僕らのバラを胸から掘ったっていうのがありましてですね、それが思い出ですかね。恥ずかしい思い出神戸コーリングさんでお世話になりました。あの時雨やったんですよ大倉海岸の時に、うん、でねステージの上でねあの巴投げをした覚えがありますね当時まだネプチューンがブレイクする前に、だから曲とかカットして巴投げ入ってましたもんねで上京した後に加古川にライブハウスできましたらぜひやってくださいって言って、デビュー後に行ってやったんですけど、うん、まあなんていうか父兄参観日でしたね。ああね、うん、全員の家族勢ぞろいで、家族昔の女ね、うん、昔の女ゾロゾロ来てたねゾロゾロ女かわお。まずメンバーがいなければここには立てないし、スタッフの皆さんがいなければここにも来れない、そしてみんながいなければですねこんなにステージには立てなかったですし、俺のですね親父とおふくろがいたからここに立ってくれております。本当に10年間ありがとうございました。そしてこれからそれぞれのメンバーよろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとう。メンバーでバックやかなと今と同じ目線でステージの上のピスケッツに向かってありがとうって言いたいですね。17の時からずっと14年間というロスタイムを過ごしてきたような、そんな気がします。まあピスケッツ無期限活動休止っていう言葉に対してはみんなの中で賛否両論あると思いますが、僕たち5人がピスケッツをどこか残してきたかったかな、残してきたかったみたいな、
そういう気持ちがあったので、無期限活動休止という形を、取らせてもらいました。ここではみんなといつ会えるか、約束はできませんが、なんか会えるような気がします。多分、その時はまたね、一つよろしくお願いします。パソコン、携帯電話に神戸コーリングの放送予定を送ります。ホームページにアクセスしてパソコン、携帯端末別に必要事項を入力してください。携帯電話からも直接申し込み可能です。どしどしアクセスしてくださいね。8月12日大阪某所で行われるジェリーリーファントムのライブに5組10名様をご招待します。8月9日決心有効です。ご応募お待ちしています。ホックが神戸にやってきます。今日この後は神戸パインフィールズ、そして明日8月2日はサウンドファースト三宮店、ぜひチェックしてください。入幕シングル